中竹和也は、日本中央競馬会、立党トレーニングセンターに所属している、調教師、元騎手。1980年、立党、吉田サブロー級者所属の騎手候補生となる。1984年、騎手免許を取得する。3月3日にデビューし、3月25日に、初勝利を挙げた。1985年、 半身障害ステークスを2域期で制し、重賞初勝利を挙げる。1992年4月にフリーとなる。1993年、障害競争で12勝を挙げ、JRA 賞最多勝利障害機種を初受賞する。1998年2度目の受験で、長教師免許を取得し騎種を引退する。機種成績は、 JRA 通算2469,176章。1999年、旧社を開業する。3月27日、初出走となった阪神競馬場の第8レースでは、全の高木が9番人気で発着となる。6月26日、函館競馬場の第6レースで7番人気だったダイヤモンドピアスが勝利し、延べ31頭目で、 初勝利を挙げる。9月23日に大井競馬場で行われた東京酒月に美コミニスターが出走し、地方競馬初出走で2着となる。2001年8月27日に金沢競馬場で行われた白百合賞をダッシュホーさんが制し、地方初勝利を挙げる。2009年3月、ファルコンステークスをジョーカプチーノで勝ち。 重傷初勝利。翌々月の NHK マイルカップも、同馬で制し、GI 初勝利を果たした。2018年7月6日、各位勝彦調教師の調教停止処分に伴い、翌年1月までの間、臨時で、同級者の管理場全頭を受け入れていた。その中には2017年の喫下賞優勝馬の奇跡もいた。12月28日には、 サートルナーリアが GI ホープフルステークスを優勝している。2019年6月30日、ラジオ日経賞をブレイキングドーンで勝ち、史上6人目となる JRA 全10場重賞制覇を達成した。括弧内は当該場の優勝重賞競争。太字は GI 級競争。JRA ホームページデータファイル競争成績データ第35回。 ホープフルステイクス j r a c o j p j r a 日本中央競馬会。2020年2月12日閲覧。ラジオ日経賞、ブレイキングドーンが、重傷発生派中竹町教師は、史上6人目の JRA 全10馬重症制派。スポーツ放置。2019年6月30日閲覧。 2015年新潟大商店レース結果 -netkeibe.com2015 年5月19日閲覧ありがとうございます